はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回はタケル・アンポンタン・ルキア連合軍ザ・マッチ2国別対抗戦決定化についてです。明日 K-1 のレジェンドタケル選手が会見を行います。重大発表かと思われたところ、しょうもないローラ・ダヨ選手が普通に情報を漏らしてしまいました。フランスで戦うみたいです。その後海外からも情報が入ってきており、6月24日にムエタイグランプリという団体で戦うそうです。まあゴング格闘技等でタケル選手は言ってますが、ザ・マッチみたいなのの国別対抗戦をやりたい、そしてそれに向かって進んでいるとは言っていました。国別のチーム対抗で戦うという案があるのです。その前哨戦として世界への顔見せで今回ムエタイグランプリに出るのでではないでしょうか。とは言っても正直タケル選手はいわゆる遠い距離は前足の前蹴りインロー、そして下に意識をさせてからの接近戦での顔とボディの左右のフック、言ってみれば顔とボディの左右のフックが決め手の選手ですので、ムエタイでは正直あまり通用しないというか苦手な部類に入るでしょう。というのも近距離で入った時にムエタイの選手は組んで膝相撲からの膝でやられてしまうからです。ただ今回は顔見せですので、そんなしょうもないなんとかマカパみたいな選手と戦うと思います。ここで顔を置いて本格的に国別対抗戦をやるのではないでしょうか。そうなってくるとザ・マッチ2国別対抗戦でいくと、まあ K-1 からはタケル選手で、まあ木戸選手、そしておそらくですが金子選手や久村選手、朝日兄弟などが声がかかり、そしてライズ側からは鈴木雅太鼓選手、志郎選手、海斗選手、まあ、原口選手あたりが呼ばれるのではないでしょうか。そこで日本軍としておそらくタイや中国、ヨーロッパあたりの諸国と戦っていくと思います。これでアホなのがアンポンタルキアですが、アンポンタルキアも本当ならばここに入り戦う予定だったと思います。ただアンポンタルキアは K-1 に不義理をし、 K-1 の解除についてもフライングをして K-1 をやめたことを言ってしまい、本当ならばその言った2ヶ月後ぐらいに発表しないといけないのにもかかわらずブレーキキングダウンに出たいがために K-1 を裏切りました。そしてアンポータルキアだけが K-1 を辞めた後に今後の活動を期待していますみたいな一文が K-1 からプレスリースなかったのです。もう勝手にしてこいっていうことでしょう。いわゆるもう契約を保護にするようなアンポータルキアですので、勝手にやれっていうことでしたので、まあブレーキングダウン出た時点でもうタケル選手から声はかからないでしょう。タケル選手からも声はかからない、 K-1 からも声がかからない、おそらくライズからも声はかからないとなってくると、アンポータルキアはおそらくしょうもないノックアウトとブレーキングダウンぐらいでしか試合をしないのではないでしょうか。そしてライジンキックもひょっとこもえたいことを梅野源氏選手がやりたいやりたいと言ってますが、まあ、日本でおいてもひょっとこもえたみたいなムエタヒョッコとこはあまり選手層がいないので盛り上がらず、ライジンキック自体もやることはないでしょう。集まってもひょっとこもえたいとおしゃべり草野郎工事ぐらいです。おしゃべり草野郎工事のしょうもないトーナメントもありましたが、結局おしゃべり草野郎工事が頭突きで梅野源氏選手を壊してしまい、あと残ってるのは白鳥太樹選手ぐらいなので、どうでもよくなってライジンキックもなくなるでしょう。そうなってくるとやはりザ・マッチ2国別対抗戦がかなり注目を集めるのではないでしょうか。その陰でアンポンタルキアはなんとかサラスとでも戦ってほしいと思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週土曜日10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。